ひなチャンネル。今日はヘルク8話の反応会ね。なんか今回ってさ、伏線っぽいやつ多くなかった？どう見ても魔女はアンちゃんに似ているし、この世界に大陸はいくつ存在しているのか、海にあった廃墟は一体何だったのか、これらの謎が全部明かされるのかはわかんないけど、ヘルクの兄弟や出世についてや謎が多すぎるわ。きっと2期で全部明かしてくれるわよ。とりあえず反応を見ましょうよ。そうだな、それではみんなの反応どうぞ。開幕赤い彗星ナレーション、池田様の慣れから振り返り。始まった開幕いつものあらすじナレーション、手紙燃やすやつ。この無能クソバード。クソバードてめえ、燃やしちゃった。前回のあらすじ助かる。おどやクソ取り。燃料投下、おい焼却やめろ。わかんないじゃないんだよ。わかんないならしょうがないか。アズドラ様の苦労が一瞬でも生かすに、クソ取りさんたら読まずに燃やした。大陸へサブ隊表示。リンゴもぐもぐかわいい。スイカ割りアニメになるんだ。右右左左上上スイカ割り。上ってなんだよ。上はねえよ。コナミコマンドやめろ。池右だ。鳥を狙え。クソバードの隣のやつなんなん。クソバード叩き割ってもいいぞ。そうはならんやろう。仲間に歯を向けなければならない状況。教えないスイカ割りなのに教えないう。風圧で破壊するなう。割れたからよし。こんなスイカ割り初めて見たう。棒の意味、なんでちゃんつけそんなに嫌うんだろ。そいつに頼んで大丈夫ですか？帰ってしまっただと。すぐに駆けつけたのに、もう帰っちゃったの。ノロマだったのか。汗男が遅かったのでは。帰っちゃったのか。伝えに行く途中で寝た。寝るなう。伝えに行って寝た。う、寝たのか。カバオさ。いや、カバオお前のせいだからな。完全にお前のせいよ。全然怒らないバミリオ様、おおらかだな。うん、この無能。この村無能しかいねえ。寝たこの島の住民たちは、魔女様の結界は解かれておる。お、でも目的は達した。クスは悪気なく大失態するな。初めて名前を知るやつ。ピュイって名前だったのかよ。ピュイって名前初出かこれ。ピュイここで名前さらされるんだねう。アズドラ様からの通信は届いてたんだよな。どんどん謎取りではなくなっていくのは寂しい。アズドラの努力、アズドラ様は助けを出したんだよな。アズドラは一応やってくれましたがう。手紙燃やしたのも邪魔と言えるのでは。この緑鳥のことだからひどい邪魔の仕方だったんだろうな。なんか出てる。まがまがしいな。めっちゃまがまがしいんだが、すっげーまがまがしいな。まがまがしいけど。まがまがしいオーラ出てる。ギャグの予感しかしねえう。ここだけ雰囲気が違うな。なんだと？鳥じゃん。デカバードう。謎鳥やんけう。魔女の鳥かよう。これは草。あ、よかった、ちゃんと魔女はいたわ。この人が魔女。ババアこんにちはう。BBA。死んだわこいつ。いいぞやれ。BBA はキンクだと言っただろう。ババアはキンク。あんちゃん BBA の匂いがするの BBA。わしゃわしゃう。ほほほほほほ。かわいがってる。どことなく似てません。魔女の CV これゆかなか？俺はヘルク。よろしく。名乗った途端に態度が？魔女さん、バミリオさんの同族か何かでは？BBA 様、あなた何周目だ？北西にある。コンパスは？ゆかなボイスええねえ。ゾイ。私たちの目指す大陸。大陸は他にもあるのか？北西？そんな感じで帰れる？たどり着けるとは言ってない。嵐に耐えられる頑丈な船。未来のバミリオ様かな？ダメだろう。イカダは無謀すぎる。バミューダトライアングルかな？泳ぐ泳ぐ。毒あるやつ。機関も本当に鹿っぽかった。泳いでるのか。泳ぐというか歩いてるが。詳しすぎる。鹿とサンゴで機関を。なんか見たことあるシルエットですね。機関を？鹿？それって。見たことある。こないだ釣ったやつじゃね？しょう。やっぱ釣ってたよねう。あいつか。謎鹿伏線かよう。あれが機関をだったのう。あれ毒あるのかう。あいつそんな貴重な存在なのかよ。ヘルクならなんとかしてくれる。毒があるの。一人で3匹くらい見つけてきそう。デカ謎鳥は何なんだ。あなたは元は大陸の帝国のものでは？何もんだよ。似てる感じもする。内緒。似すぎてる。そう、あのヘルクという男だ。やっぱりヘルクが問題か。ヘルクの危険性。バミリオちゃんと似てるじゃんな。不信と信頼の間で揺れるバミリオさん。奴は危険な存在。鋭い見た目の魔女さんが出てきて、バミリオさんが相対的にまん丸に。だが、いつまでもそうとは限らない。ヘルク、やっぱり裏ありそうだもんな。魔女様、選択を誤ってヘルクとたもとを明かすことになった。世界線のバミリオ様とかじゃろか。負の感情。闇が深そう。希望なき目的。正しい選択を選べ。正しい選択を。本当に3匹捕まえてきたう。本当に3匹持ってきたう。機関護さん。2匹の機関護の背中。マジで3匹取ってきよったショー。変な生き物ばっかりだ。案外いれば安定に。故障したらどうすれば？こげ。まあヘルクがいるしなんとかなるだろ。クソバードが来た。
ソバード意外とでかいな。勝手についてきてそう。ピュイとお別れ寂しいよ。ふわふわピュイ寂しいな。船に乗ったシサー海賊の時間だ。きっとまた会おう。ピュイに送ってなくないか。え、ゆかなさん、似合いすぎるセリフが合う。魔女は何者だったんだ。頑張るんだぞ。やっぱり似てるのは気にしてたんだな。やっぱり似てるよね、バミリオ様と。本人たちが突っ込んでいく。くちゃらーかよ。くちゃくちゃすんな。ゆけどもゆけどもうなばらばかり。やばそうな魚。おトイレどうしてるの？あん。お前ついてきてたんか。よかった。お前何してんだよ。やっぱりついてきてるじゃん。密航者。やはり謎取り来てた。ピュイだと思ったう。なんでいるんだ。食料ゲットだぜ。やっぱりついてきたう。まあ、非常時の食料になるよな。こっちの手紙は燃やされなかった。ピュイを連れて行くといい。あいつは意外とうまい肉を持っている。まあいざという時の非常食だな。小松美加子のこのツッコミマジで好きすぎてやばい。ふわふわして癒されるぞ。ふわふわ、魔女って名前なのか。こいつろくなことしないし。連れて行けるか。職種だー。新薬タコ娘。近海の人質？逃げてきたのか。ここまで来れば大丈夫だろう。海って怖いねー。P じゃねえよー。職種の仕事なかった。魔女様は一体何を考えているのか。痴漢を、柄悪いな。じわじわ来てる。痴漢を本当にいる？痴漢を。キリがキリの艦隊は、くちゃくちゃくちゃ痴漢後の顔が気になる。泣き声名なのかう。泣き声名なんだ。ねえ、そんな泣き声だったのか。意外と声が太いな。シマウマみたいだ。もしかして未来の世界なのか。お風呂とかトイレは。BGM オートンのかこれう。お待たせ。うまそう。船の上で焼き魚どうやったん？ヘルク、今時の料理男子なんだよな。海の嵐は厳しいな。渦潮。渦だな。自然の力を甘く見るな。魔力推進機便利だな。また君か。ヘルク何する気だ？やるんだな。漁師3回目。エンディングが妙にいい曲なのが気になる。ゲストやっぱりゆかなだった。繰り返し芸がうまいし、漫画の小回りむっちゃいいんだろうな。エンディングでイスタちゃんを補給する。ヘルクマジでよくやっている。やっぱりアンさんのツッコミ炸裂会は格別やなう。今期のエンディングで一番好きなのはヘルクかな。ピュイついていけてよかったねー。早く次回も見たい毎週。ちょいちょい出てくる遺跡何やねん、意味深すぎるやろがい。結構考察がはかどるのもいいよね。どうやら陸地には到着する様子？蛮族とオスマン。蛮族に囲まれてもヘルクが一緒なら全然大丈夫そう。みんなの反応はここまでです。次回予告はいきなり陸地のエピソードになっているから。でっかいタコとのバトルはあっさり終わるってことかな。あの陸地が大陸とは言ってなかったよね。しかも、ちゃんと北西の陸地なのかもわかんないし。もっと謎が増えていきそうな気もするわ。伏線や謎が多いと勝手に考察できるから面白いよな。2クールもあるから1クール目の終わり方も楽しみね。それでは本日の動画はここまでです。よければチャンネル登録と高評価お願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。